このレースの発売中には往年の名選手たちによるエキシビションレースも行われました。そんなレジェンドたちの走りに触発された現役のマスターズたちの戦いは11レースの予選を迎えます。対戦メンバー1号艇徳島宇野健太、2号艇東京長岡茂和、3号艇滋賀山田豊、4号艇群馬江口昭夫、5号艇山口大賀博之、6号艇福岡山市哲也です。インコースは1号艇宇野健太が入ります。このレースは3着で 5.67、 2着ですと 6 点ちょうどとなります。2コースは2号艇長岡茂和、前半のフライングで F2 となってしまいました。3コースは3号艇山田豊、現在得点率第5位です。4コースは4号艇江口昭夫、5レースは直まくりから1着、得点率は第2位につけています。5コース角が5号艇大賀博之、6コースは6号艇山市哲也、山市も3着 5.67、 2着ですと6点ちょうどとなります。定番通り4対2と2つに分かれています。このレースは絶好枠1号艇宇野健太人気の中心です。そして4号艇江口昭夫が人気対抗格、票が集まっています。緩やかなホーム追い風の中迎えますカードは第11レースの予選競争、スタートまではまもなく残り10秒です。内側から1番、2番、3番、4番、ダッシュが5番、6番です。スタートしました。1コース1号艇のセンター線は3号艇山田、4号艇口が好スタート。1マーク逃げる1号艇宇野健太、3号艇山田がマークに出すか、マークに4号艇口に切り込んでくるのは5号艇大賀、2号艇長岡続く、逃げる1号艇宇野が先頭、2番ター3号艇山田が前を追って3番手らしい広がってきました。内側から6号艇山市、間2号艇長岡、5号艇大賀、あるいは4号艇口が続く。スタートは正常でした。2マーク1号艇宇野、2番手3号艇山田、3番手6号艇山市が先まったがちょっと踏み込んで切り込んできたのは2号艇長岡、内側から2号艇長岡が3番手から2番手下がってきます。4番手から4号艇江口が続きます。1マーク1号艇宇野が先頭、2番手らしいは切り返してくる4号艇江口、握っていったのは3号艇山田、内をつく2号艇長岡も2番手は3号艇山田が優勢な状況、3番手は2号艇長岡、一定審判差4番手から4号艇江口が続きます。上位は1番、3番、2番です。2周にマークは1号艇宇野健太が先頭、2番手は3号艇山田豊が旋回、3番手は2号艇長岡がクリア、内切り込んで迫ってくる4号艇江口、ちょっと振り込んだ2号艇長岡を4号艇江口がかわして3番手、上位は1番、3番、4番で最終周回です。3周1マーク1号艇宇野健太、3号艇山田豊、4号艇江口昭夫、1番、3番、4番の体系、3周1マーク6選手が旋回、バックが入ります。インから逃げた1号艇宇野健太、勝負がけ成功、2番手3号艇山田豊、3番手4号艇江口が道中逆転で上がっています。3連単134のオッズ 11.1 倍です。最終ターンマーからホーム直線、宇野、山田、江口、1番、3番、4番の順、内を突く6号艇山市が4番手、先頭1番宇野健太五輪、2番手3番山田五輪、3番手4番江口五輪、6番山市、2番長岡、ラスト5番大賀五輪です。